茨城県道62号ひたちなか港山形線は、茨城県ひたちなか市から、ひたち大宮市に至る県道である。ひたちなか市のひたちなか港インターチェンジを起点に、茨城港ひたちなか港区を縦断して、東海村の原県通りを通り、中市ぬかた地区、ひたち大田市金佐号地区と経て、ひたち大宮市山形の国道118号。 岩岩市交差点に接続される茨城港日立中港区と茨城県県北地域を結ぶ路線である。1994年の主要地方道の路線認定で多数の既存一般県道を統合して誕生した経緯からルートも比較的複雑で、福音協商区間や線形が悪い区間も残存しており、主要地方道としての道路機能拡充のため道路。 改良整備が進められている。東海村内では国道245号と一部区間が重複し、石上都塾の2県茶屋交差点で国道6号と交差する。中市内では国道349号中バイパスと交差し、日立大田市内では国道293号と一部重複する。本路線は1994年に多数の県道路線の一部、または 全部を統合して、日立中港から、県北地域の九時地区とを結ぶ、主要地方道として誕生している。それまでの県道二県茶屋売面線の一部、県道東海停車場線の一部、県道東海停車場村松線の一部、県道和田上河合線の一部、県道新地上河合線、県道富岡玉造栗日立太田線の一部、県道下栗河内下林線。 県道日立中な港北線を統合し、起点を日立中な港、終点を中郡山形町とした新規路線とする主要地方道日立中な港山形線として認定された。翌1995年に整理番号62へ変更し、現在に至る日立中な港インターチェンジから常磐自動車道まで地域高規格道路として指定されており、常磐自動車道や 北関東自動車道等の高規格幹線道路と一体となって、北た中港区との連結を図る路線として整備される予定である。中郡東海村大技石上都宿同村大技、村松の区間は通行する車両の総重量が最高限度25トンの道路に指定されている。道路法の規定に基づき、 日立中市町村中群東海村テルヌママと中群東海村村松道村船石川及び日立大田市玉造町同士下宮川内町官は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている沿線風景日立大田市久米町福院曲線半径 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。指定解除された旧道の経路は、ぬかたに交差点上、川行久小学校前から栗原町島町小島町交差点である、国際会場コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。